ゼロ行こうかなと思ってます。なんか新しい解析出たんで、もう多分すぐ6分かりますね。もう根拠はないです。とりあえず打っていこうっていうところで、まずはこれいきます。こっちサイドにしちゃおうかな。こっといた前回と同じ台に行ってみようかな。最行き。いや、いい天気っすね、うん、すごい晴れ晴れとした。なんかそんな穏やかな話になってたっけ、左右そうですね。なんかすごい真剣味がすごいね、向こうからなんかずっと喋らないですね、あんまり。そうなんです、車内からなんか変な空気でしたもんね。確かに喋れないですで、本当は今日まあ三蔵バトルが行われるんじゃないかっていうところで、まあ今はいます。なんかスケジュールあった時にバトルになるみたいな話は聞いてたんですけど。でもそれが伸びれば伸びるほどいいわけだよね。まあそうですね、うんうん、はい、僕的には、はい、うん、ただ苦しいですけど毎朝新大阪駅で待ってる時に来るのかな今日はっていう今日ずっとビクビクしてましたすげえ車にいるの早かったし、ね、はい、そうですね、はい、で今日来なかったと。今日来なかったんじゃないですかね、この感じだと。もしかしたら再来年ぐらいまで来ないってありますね。それは多分忙しいと思うので再来年まで来ないは最高ですで、いつの間にかうやむやになって、はい、なくなるっていうのが一番いいと思う。あったかいね、それはね、番組あったかいってなるもんね。それはいい番組です、はい、え、そうだろうどこにいたのえ、だって着替えたりしてる時どこにもいなかったよ隠れてました。隠れてたんだあ、はじめまして。どうもはじめまして。やっぱそうですよね。だって三脚 5個あったんで。あ、確かに。これあのここ立って待ってる時になんで今日5個あるんだろうと思ったんですよ。確かに、はい、5個ある。気づかなかった僕は。でもさすがに今日いないんだろうなと思ってました。もうここまで、はい、ね、入場もいなかったですし、そんながっつりそういうことやってくるんですよ。いや、入念だよ入念ということで来てしまったんで、はい、新三蔵法師、新三蔵法師がいやいやまだわかんないです。新加瀬大師みたいな方針。加瀬大師、新加瀬大師、加瀬大師、加瀬大師。じゃあもうルールはあれでいいんですかね。もうシンプルなサマイバトルでなんですけど、はい、カメラの関係があるんで、はい、隣同士で。そうですね、そうですね。カメラマンがカメラ5台に対してカメラマン4人しかいないんで、本当ですね。並びで打たなきゃいけない。ああ、なるほどです、はい、ただ、あの、1個だけ、はい、あの、今回俺の金使わせねえから2人には。えっ、あ、ちょ、そうそう、このバトルを俺の金でやられたら困るからしかも並びで絶対打たなきゃいけないし、自腹。そこはもう自腹ね。そう、自腹。これまあ、隣同士で戦うじゃん。もしかしたらですよ、はい、その激しい激闘の末に、はいはいはい、2人が結ばれたいやいや、そういうのもあるから。あ、そうですね、ですよ。そういうのも全然サイズメイビーなんですね。いいですね。じゃあ、どうします、締めは。まあ、先輩がこう見せてやれんじゃないですか。いいんですか、僕言っちゃっても。お、前言ってた。最勇気三蔵バトル編、一枚でも勝った方が本物の三蔵だ。ちゃんちゃんチャランチャ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 ランチャン。ディスカップさあ、一方の新三蔵法師がどう出てくるかっていうことですね、はい、ジャンバリの狂犬安田蘭子と噛みついちゃうぞかわいい、かわいい、合ってましたっけ。ジャンバリ狂犬安田蘭子そんな中で聞いたことないんですよ。まあ頑張りましょう。いや、本当に、バチ切れた嫁に言われて心折られたセリフランキング、はい、今日は第2位の発表をさせていただきたいと思います、はい、バチ切れた嫁に、言われて心折られたセリフ第2位、お前は金を稼いでくる家畜だひどい
これはこれなんで忘れないようにお願いします。俺あんまり減らしてない。分かってます、分かってますけど、分かってますけど、これはこれなんで増やします、お願いします、増やします。本当に悟空にも言ったけど、これはこれだからな。なんか浮かれて確かに浮かれて、なんか使うのは違うから、うん、これはこれ分かってます、うん、で、まあ今回もうあっちに矛先を向くことはないから、うん、倍来ると思ってさあではフリーゼロ打ち始めます。4万枚じゃ足りねえから5万枚 OK、 いい感じ。すいません、これのけんの忘れてました。さあ僕は、今回リゼロを選択しました。でね、リゼロね、ちょっとね新情報を得まして、まあもともとモード A とか B とか引き戻しとかなんかそういうのはあるっていうのは知ってたんですけど、それとは別にレアリティモードっていうものが存在するらしいんですよ。でまずレアリティモードが1から6あって、そこを振り分けた後にさらにそこからレアリティモードを参照してモードを選ぶっていうシステムらしいですね。すごいっすよね。でカード出るじゃないですか、あれはレアリティモードの示唆なんで、普通の今滞在モードを示唆してるわけではないですね。それも新たに情報として得ました。でなおかつそのレアリティモード1から6あって、もう一番上のモードはもうほとんど、まあ、低設定じゃ選ばれない、もう6とかじゃないと選ばれないような感じになってるんで、あのカードで SSSRRR とか出ちゃったら、まあレアリティモード6ほ確定なんで、イコール設定も、まあ、上の方らしいです。多分もう1時間もらえれば判別できると思うんで。さあそして一発目レア、うん、体操とかもめっちゃ入りやすいらしいです、上位のレアリティモードだと。なんかスイカで 50% とかで入るらしいんで、そんなんもだから判別要素になるんですかね。さあルーレットから発展なんでちょっと熱い。さあ黄色ちょっと絶妙ですね、当たらなくもない。残念。さあ1回目のルーレット、よしカットイン。これ設定差がどうとかは分かんないですけど、よし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 、クソラッキー、やった。ダメ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 、なんか二択のやつゼロ、二択の、ちょもったいないもったいない、せっかく入ったし、ちょダメよダメよ、まだよまだよまだよ、あっ50点。さあパネルがめくれました、赤チャンス。さあ8点、おっクソ熱。
からね。超しかも、あ、超は普通か。 AT 値は超か。すみません。30。しかもで、レムで合ってますよね。レム1人。さあ、ジャックチェリーからの発展。お、これは強 AT ですかね。こんだけ乗るんで。さあ10ゲーム。さあ、レムめくれました。さあ4発目。よし、これも乗った。30ゲーム。さあカットイン。揃いました。ボーナス。さあボーナス終了。933枚。さあ最終ゲーム。1059枚。さあ最終ゲームで N プラス。では、では三蔵バトルスタートです。やりましょう。お願いします。お願いします。このね、有力感移行のね、最初のレバーちょっと大事なんですよね。ここですね。そう、レアリティ決めたり、あとまあ設定したが出たりしてくれて、レア役を引いたら、レア役引くとなおよし。何も引けずだけで私もです。まあまあ、そんな簡単に引けないですから。始まったばっかりですもんね、今から。そうこっからです。あ、溜まりました、朝のあそこで。もう溜まってるよ。あ、緑。緑。え、私緑のことめちゃくちゃ信じてて。緑はそこそこ強いですよね。そうですよね。なんか緑が出るのはいい台、高設定なんじゃないかなっていう、私理論を持ってる。僕理論も一応あるんですよ。はい、あります。設定後は、うん、一体撃破めっちゃ出るイメージあるんですよ。5ですか。5ですね。私緑は高設定、しごろじゃないかと思ってます。しごろじゃないか。まあ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 、緑本当めったに出ないですからね。そうですよね。珍しいんで。結構勝ってるの普段。負け頭として結構有名。もう私2021年、もう今日です。そろそろ3月も終わるじゃないですか。はい。ただ本当に4日しかプラスになった日がなくて。結構打ってるんですか。結構打てます。パチスロ大好きなんで。でもさすがにパチスロ大好きって言い続けてきたんですけど、今年のこの負け方はちょっとめげてます。さすがに。だから今日勝てたら奇跡ぐらいまでの。リゼロ結構打つんですか。私リゼロがすごい好きで。でもリゼロってめちゃくちゃ負けてるんで。私の今年のマイナスの原因はこいつです。リゼロで結構負けてるタイプの200で100系取れるかが。いや、そこ結構大事ですよね。まあ変更後一発目だけはそこそこ高設定でもね、天井行っちゃうんですけど。そうですよね。なんか朝一って大体、朝一一発目だけ は、ね、設定差ないので。すごい、なんかリゼロ友達ができた気分です。リゼロ友達。なんか朝はとりあえず白芸に勝てる気がしてしまうね。わかるわかる、それはすごいわかる。ありますよね。それは本当そうなんですよ。ポイント溜まった。
カットイン出ない。黄色。黄色よく出てくるやつですね。まあまあまあ黄色はデフォなんで、これは。マスルさん前回100位行かれてましたよね。あれびっくりしましたね。いやもうすごい。あれ確か黄色で行ったんですよね確か。あ黄色でしたっけ。黄色か確か黄色だったはずですね。いや どんな気持ちで、まあ、いや相手の吐き気の気持ちは、まあ、その人の本当にあの心が出るところですからね。そうですね、もう今日バチバチのバトルなんで、バチバチなんで200がやってきました。ここで全長期で外すともう厳しいなって感じですよね。なんかモード A なのかな250で全長行ってくんないかなって思います。そこ行かなかった瞬間に700かっていうっていう気持ちになりますよね。っていう気持ちには打ちますね普段。朝はそうですよね。とりあえず僕はあの今200前半で全長来なかったんで B に期待ですね。まあ B ほぼほぼ B。 あ私も200前半が小ず小ずですね。私この間レズル打った時、はいはいはい、500ぐらいまで全長ゼロの時があって、えなんどうなってんのと思ったら B 点でした。いや A 点でした。 A 点いやそんなパターンあるんだ。そんなことあると思ったんですけど、すごいあのもてあそばされました。今日の言葉、あー行っちゃった。思わせぶりでしたね。ちゃんと A だったね。思わせぶりだ。320ゲームを超えましたが、私は未だに全長がゼロです。レアパターンが来てます。あ、来ました。360ゲームで本日初の全長が B の期待が高まりました。まあほぼ B っすね。ほぼ B っすか。そこで行くと段階発見。あら当たるね。音楽流れてないですね。先に当たっちゃいますな、それは。いや私は本当激アツ外しのプロなので。いやリゼロのレムってなかなか外れないですか。僕は黄色でも 80% 緑なら 100% なんで。100ですか。あ、2段階上がったのでこれは白ゲー戦ですね。490ゲーム投資が14本で白ゲー戦。あ、これめっちゃ大事。ここで入れることができればいい一歩リード。だいぶプレッシャーかけれると思う。緑、青、白で連打でいきます。緑があるんで私には。お、白で3。いけいけ。お、結構。あかん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 。サンゾー、お前今どう思ってる？なんて思ってる？今の気持ちですか？クソったれと思ってます。違うんですか？違う。タイガー・ウッズは優勝を争ってる相手にもそのバットは入れって願うんだよ。なるほどです。それが回って自分に来るんだよ。はい、当たれって願うんだよ。ここは当ててきます。安田さん決めちゃって。何が正しいんだろうか私は。88は強いよ。どうしたらいいんだろう。あ、はい、いいセリフ、いいセリフが。あ、もうセリフがもう、わあ、もうもうこれはもう間違いない。完璧だ。クソ強セリフ。人は通るな。はいはい、もう。あ、お。大丈夫大丈夫。関係ない関係ない。勝つんだろうな。あら。はい大丈夫。はい。さすが大御所の圧が。あ、背景が弱い。青背景。はい、セリフはそんなに良くない。おっと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 。大丈夫大丈夫。
半分、はいはいはい、優秀なミミちゃんだ、あはい勝ち勝ち、さすが88%。君はさ、めっちゃいい感じじゃないですか。全然何もないですよ。よいしょ、応援だよな、決めろ、決めろ、入れ入れ、こんな複雑な白剣初めて。あ、ミミちゃん、私的にはいけそうな気がしてしまってる。今のところ弱い、セリフは弱い。あら、あれ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 あら、これは完全に危ない、危ない、頑張れ頑張れ、おいしい、頑張れ白鯨、白鯨、あーでもでもだめだ、これは今頑張れ白鯨って言いました、応援されているのか私も、あーこれはもういったでしょ、これはいったでしょ、はいボタン、あ、あれあれ、珍しいな、赤なのにマスルさんの思いの方が強かったのかもしれない、俺わかんねえ、頼むって、超熱の切り、負けますよあれ、もうこれ復活パターンあるんだよな、結構第三停止、第三停止、まだイブですよ、まだまだ分からないですよ、僕今まだワンチャン今日何もしなくても勝つまであるなと思ってるんで、ザッパーきます、あ、ナイステージ、2個目ですか、2個目、多分青なんですけど、いや結構ありますよ、あ、黄色だ、珍しい、なんか2個並んだ時結構明るいイメージあります、わかる、わかります、わかる、340で N、やってきましたね、やってきた、770、投資19本、連打でいきます、連打です、よし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 、65、あー64、絶妙な、めっちゃいけるいけるいける、めちゃくちゃ見守られてますねよし消しちゃえばいいよ、3パーだな、 3.1% かな、それ引いてもよし、あ、64% で、よくないな、さあまず最初、さあいっか、どこまで行ってきたんだよねこれ、まあここはやっぱり通してきますね、ここで来るし、ちゃんと押して、よし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 、完璧だ、これは大丈夫です、緑ちょっと不安だな、さああれに大丈夫、これはねまだ外す可能性があるんだけど、よし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 、違う、私よし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 、やったー、次やった、はい、応援してやれ、応援してやれ、応援し、応援、さあ行くよ、頑張れ、緑、白、怖いですね、あ、まあ普通、呼べば来ますから、いたーのー、呼べば来る、やった、半分いけ、半分いけ、3分の1、私のパワーが足りない、ここ来るっしょ、すごく、ここ、すごく、すごく応援してる、まずい、気持ちで、ありがとう、まだあるから、大逆転のビルヘルムが、なんて応援しろ、いけるよ、応援しろ、なんか頑張れ、やるもできる、頑張る、あーきついだろうなこれは、まだイーブン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 、あの目で見つめられたらどうしたらいいかちょっとツンですね今日の白芸、ちょっとツンだね、いや、ナンパとか関係ないですね、
通すだけ。59。次回最勇気世紀の大凡戦、大凡戦すぎて逆に面白かったりします。